はい、じゃあ、お、すごい満員だね。はい、じゃあよろしくお願いします。ふにゃしーの、ふにゃしーの、チェキ会かね、久しぶりにチェキ会やっていきましょう。よろしくお願いします。はい、どうした僕、向こうでやりたいの、やりたいの、分かった、分かった、じゃあとりあえずね、チェキ会やっていきましょう。そう、で、なんかふにゃが、さっきね、いつもこっちだと写真が変わり映えしないから、あの、梨神様のところで撮りたいって言ってんだけど、撮れるのか、暗いかな、暗いんじゃない、どう、暗いチェキになっちゃうよ。逆にする、逆なんもいいもんないもん。この後ろってどういう風な話なんだろう、いつも五郎さんが後ろになっちゃうからでしょ。ねえ、なんか絵を描いたいんですって。年明けっぽくしたい、だから梨神様になりたいのか。そうか、そうするじゃん。皆さん、ライト、ライト、ライト照らしてもな。まあ、大丈夫かな、こっちまで来れば。じゃあ、椅子引っ越さなきゃいけないね。ね、入れ替わんなきゃ。で、また最後じゃあこっちだね。いつもと反対、分かった。じゃあ1回目をごめんなさい、もうみんないきなり移動だけど、こっち来てもらって、おしゃべり席はこのこっちになりますので、そうしましょうね。じゃあごめんなさい、ちょっと移動しますね。いきなり引っ越して、うん、まあ、いいですか、皆さん、梨神様と外で、みなちゃん、あ、前に行くの、ね、はい、後ろまで見える位置に移動しちゃっていいですからね。立っても良いよって、ね、後ろの人とか周り気にしてあげて、立って見えるとこ来てくださいね。
安田さん、フィルムがなくなってる。レジまだある？ちょっと通して。大丈夫です。あ、みんな、ね、みんなと人生に出てみたいなってるって画角が難しい、まあ、意外と綺麗に撮れてる気がするよ、うん、神社デートよじゃんけんしようか、みんなこの間でね、じゃあ5枚ね、じゃんけん大会で勝った人、負けた人、どっち、はい、この人、いや、どっちでもいいよ、気の合う人、じゃあ、ふにゃと揃えてくださいね難しいよ、気の合う人、じゃあ、後ろの方ももうちょっと見える方向に来れますかね、見えないんで、ここからだともうちょっと前出れます、ちょっと見えなくて、うん、じゃあ、手を大きく上に上げてください、はい、上にね、皆さん、じゃあ、いきますよ、じゃあ、ふにゃ、いくよ、にゃーしー、じゃんけん、じゃんけん、ぽい、パーだから、パーの人、わかるよ、あ、もうすごい、あれ、1人あ、5人じゃない、あ、6人か、もう1枚取れば、あげて、1、2、3、もう1枚取れば、4、5、6、どうするよ、ふにゃちゃん、もう1枚取れ、決めて、ふにゃに、もう、ふにゃに、主導権は、ふにゃに、あげよう、6人で戦ってください。6人だ。あるよ。あるよ。あるよ。いっぱい。なるほど。じゃあ2024年1回目だからもう今の6人決まりってこと。じゃあもう一枚取らない。ちょっと人生じゃなくなっちゃったけど。すみませんな。ちょっとふにゃちゃんがね。その代わりね、後でまたいいことあるから、はーい、にゃーし、じゃあ前も見てあげて、前も見てあげて、でかじゃあ前、当たった方前来てください、勝った方前来てください、でこっち僕の方に来てください、みなちゃんちょっとどうしたらいいんだよ、6人はい、ありがとうございます、一発行きましょうまあそういう時もあるでしょう、うん、はい、じゃあ最初切るね、はい、後でみんなにもいいことあります、はい、じゃあ、もう選びます、下からだと見えちゃう、あなたに勝てばいいなんで、なんでね、勝てばいい、はい、もうみんな同時だからいいですよ、みんな平等だからね、はい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 、どれか1枚最後まだ出てないです、最後取ったのが真っ白、はい、ではふにゃちゃんサイン書こう、はい、ではここ来てください、
はい、でも名前はここに書いてもらって、はい、前に来てください。はい、押さえてあげてくださいね。はい、お姉ちゃん。はい、押さえてあげてください。あ、ピンクにピンクだとまずいかな。見えるかな。どうする？行ってみましょう。はい。私がダメだったら他の人が。ちょっと待って、どこに？この方がいい。フニャがさっきまた出汁に、出汁汁にサインを書いてくれたんで、この間五郎さんも書いてくれたんでね、で30名分書いてあるんで、一応ここの方が一人ずつ持って帰れるようにはしてますから、はい、そうそうそう、はい、よかったらね、よかったら持って帰ってください、はい、サインはついてますんで、フニャ一個一個違うのかな、同じかな、これあれだね、誕生日プレゼントね、出汁なんていくらあったらいいだろ。今日、21。はい。はい、じゃあ行きましょう。はい、はい、じゃあ行きますよ。大丈夫です。うん、はい、大丈夫です。はい。明日はぬーちゃん。明日行きます。明日の4連ちゃんがちょっとスケジュールが間違えた。4連ちゃん仕事させてくれ。今も仕事。これも仕事なんだけど、本業の方もできることあるんだけど。頑張ってください。はい、ありがとうございます。はい、どうぞ。行きましょう、どんどん。ね。汗かいちゃってから。もう手汗が。手汗がもう。はい、発表してない、聞いてない人もいると思うんですけど、2月の、ね、撮影会は五郎さん、ヌーちゃんが、ヌーちゃんか、ヌーちゃんが12日です、ね、祝日かな、確か。で、五郎ちゃんが22です、ね、22、23、24って、そういうふうには続くんだけど、また覚えておいてください。はい、今日は平日は23、24が決まってるんでね、もう撮影会が、まあ、面白い撮影会になると思うので、はい、ありがとうございます。次行きましょう、どうぞ。神社デート楽しかったね、神社デート。はい、ずっと常駐してくれてるのかな、そういう話になんかまた他のこともあるそうです。はい、ありがとうございます。はい、皆さんじゃあ大丈夫ですね。はい、割とね、早く終わったからゆっくりしゃべりましょうね、大丈夫ですか皆さん、大丈夫ですね、はい、はい、じゃあね、2月はいよいよフニャがね、誕生日月間ですから、本店のね、キャンペーンとあとハマって一緒なんですけど、ちょっとうまく分けてやっていきますからね、2月の1日から本店のキャンペーンも始まるんですよ。25日か6、25日の夜かな、発表になりますんで、うん、ノベルティモルヤクさんの去年みたいにね、そう、それプラスフニャも入ってくるんで、うん、もう皆さん覚悟しておいてください、覚悟しておいてください、うん、はい、ちなみに本店の3月21日のイベントは抽選ですよ、はい、はい、前も去年もそうだったんですけど、抽選ですよ、よ、いわゆるタダですよ、タダです。はい、9歳と11ヶ月目のフニャです。ね、間もなくね、10年になるね、はい、五郎も10年になったよ、今には五郎も10年か、何でしょう、じゃあ、これ見せるの、汚れた、汚れちゃった、汚れちゃった、あ、なんか随分分かるね、どうする、誕生日前にお風呂入る、綺麗な姿で誕生日迎えた方がいいんじゃないですか、27歳、お風呂
でも嫌いなんだ。入らない。猫は風呂入んないよね。もうないね。メンマも絶対入んないもん。一回入れたらとんでもないことになったから、もういいや。ふにゃもグルーミング、グルーミングするの。本当に猫入んないんだよね。大丈夫？嫌なの？びしゃびしゃにしてあげるよ。一回やったら3日間ぐらいかなかなかない。風邪ひいちゃう。そう、めちゃくちゃ重くなっちゃったね。うん、見え、なんだ。ね、真っ白にしてあげるよ。ね。だいぶ前に面白いって言っちゃう。殴る、殴る、パンチするよね。可愛い可愛い。可愛いなったらいくらでもやられますよ。弱そう。弱そう。ね、あとファイティングボット取らなくていいから可愛いからみんな見せてあげて。グーするだけで可愛いからね。十分可愛いから、ね、さあさあ、ね、みんなとまたおしゃべりしようよ。みんなね、せっかくですからね。なんか質問考えてきてます？考えてきた人いますか？どうですか？あ、じゃあどうぞ。モームスになりたかったと。なんですか？モームスになりたかった？そうだよね。モームスより可愛いじゃん、マジ。モームスの方がレベルの方がね。うん、ひなちゃんの方が。モームスのより可愛いってよ。モームスないじゃん。マジ誰？わかんない。モームス詳しくない。ね、面白い、かわいいからね。かわいいよ、勝ってんじゃん。14歳からしか受けれません。あー、うん、あー、オーディションね。いや、まだ10歳だから。やっと10歳。まあね、まだもうちょっとしたらオーディションね。ね、いや、その時はもうフラッシュランドがフニャがいなくなるんですね。ハロープロ所属になりますから。マルシーハロープロ所属になりますからね。遺跡ですから、事務所遺跡ですから。ふにゃふにゃプロ、ふにゃプロ、ふにゃプロになります。はい、ありがとうございます。さあ、どんどん行きましょう。質問時間ないんでね。はい、いいですよ、どん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 。みんな何もないといけない。どんどん質問するくせに。どうぞどうぞ。ただの妄想でもいいですかって。妄想でもいいですかって。昨日言ってたね。うん、完全妄想だよ。昨日言った、昨日ね、こういうことやれたらいいねって言ってた。パークで芝キャラ集めてイベントやれたら楽しそうだなって思ったよ。ね、フラッシュパークね。芝キャラね。千葉くん、千葉くん。うなりくん、うなりくん。いすみ。ね、いすみのお姉さん呼ばないと。ね、あとあれ、なんだっけ、ダンサーじゃなくて、なんだっけ、この間あったじゃん。なんとか D、なんとか D、ダスター D。ラスターでいいね。あと松戸ちゃん、松戸ちゃん、松戸ちゃん、松戸さんね。松戸さんね。ね、そうそうそう。ね、千葉キャラいっぱいいるからね。もう誰が好きやね。お兄ちゃんも呼ぶ。お兄ちゃん好きね。弟も呼ぶ。誰が好きやね。そうか。千葉キャラか。千葉キャラいっぱいいるからね。まあまあ。五郎さん。
ね、ゴロさん、この小さいまあでもね、やれたらいいなと思ってるんですよね。千葉キャラじゃないにしてもね、あそこでやっぱイベントやれたらね、一回やってんだからやらないことないと思うんでね、そんな3、40は無理だけど、10ちょっとなら全然できると思うんだよな、うん、ね、誰に来てもらうかね、千葉キャラね。千葉って千葉って暑いから楽しそう、うん、暑いから楽しそう、暑いから楽しそう我々はあれだよ、ね、あ、千葉ってキャラが暑いから楽しそう、あ、多い、キャラの層が暑いとかね、うん、あ、熱が、あ、千葉本当に暑いから、千葉ってキャラが暑いから楽しそう、そうじゃん、キャラの層が言ったやん、さっきキャラの層がって言ったやん、あんた違うって言ったやん、いっぱいいるからね、うん、いいんじゃないですか、うん、あっちいのじゃないよ、分かる分かる、キャラの層が厚いからね、じゃあね、そんなことやってみたいそうですね、ね、はい、どんどん行きましょう、どうぞ、はい、いいですよ、ふにゃちゃんの10周年のコンセプトとか、なんかこう、あ、それは秘密です、秘密だってかもうキュートってなってるじゃん、そうか、ね、あとはもうネタバレになるの、はい、写真に初心に戻る、初心に戻ります、はい、あとは当日のお楽しみです、はい、ね、今回は衣装も着てないからね、フリアはね、シンプルにシンプルに生きようと思ってでる、シンプルに生きようと思ってる、十分シンプルだと思うけど、そう、だから衣装は今回着ないです、で、1回目でもまたドレスコートとか特にないんでね、できればフニャの靴を身につけてくれるのが一番嬉しいのと、まあ後で言うつもりだったんですけど、その日はフニャのグッズだけでお願いしたいです、いつも他のキャラクターとか持ってくるからね、その日はフニャの誕生日なので、タネトさんとか他のキャラさんじゃなくて、フニャのものでお願いしたいということですね、はい、ゴロドマのゴロドマのブシャフニャでね、フニャの誕生日なので、そう、フニャが一番喜ぶのはそこなんです、はい、はい、以上です、さあどんどん行きましょう、後ろの方とかも遠慮せず、あ、どうぞ行きましょう、待ってね、前に第2弾っていう話を聞いたと思うんですけど、写真集の話、第2弾出したいね、まだこれちょいとちょいと進んでるちょいと進んでる、えコータと撮ってた写真、あれは袋閉じなわけないかい、なんで袋閉じ、袋閉じ知ってんの、そんなコーター何でも得しないで、なんで開いた開いた袋閉じ知ってんの、まあまあ、楽しみにしててくださいね、その時はね、そうサイン会やりたいね、ね、はい、ここでね、ここでね、グラビアアイドルみたいなやりたいでしょ俺がバンバン剥がすやつね。書店のパネル作って、ああよくあるやつね。わかるわかるわかる。マス目になってるやつでね。はいはいはい。いいですね。おとんがやってたよね昔ね。そうね。剥がすやつね。剥がし役もいるねこうやってね。ね、なんか昨日うちの息子がなんだったらバイトで剥がしのバイトやったっすよ、なんだっけな、韓流のなんかやつ、はい、ね、男のグループだよ、それはね、俺聞いたこともないアドリだったけど、女の子たちを剥がす役っつってすげえ嫌われるっつってめちゃくちゃ嫌な役だったっつって二度とやんないっつって悪くないのに嫌な顔されるっていう何百人からそういうバイトあるらしいよ、剥がしのバイト、
言ってたっけな、聞いても分かんなかったんだよな。歯が、何か心をなくさないとできんね。ああ、そうね。そう、辛いですね。無にならない。めちゃくちゃ嫌な顔されたんですよ。全員。確かにね、二十歳の子には辛いかもね。ね、はい。写真集楽しみにしててください。はい、じゃあどうぞ。あ、前。あ、いいですか。お誕生会の日にお写真撮るのに何かそこにあったりする。持って自分で全部自主的に持ってくる。9とか10とか。持ってきてもらっても全然いいんですけど、いやグッズとかであればこっちで用意しようかなってさっき、まあ、僕と話してました。了解しました。まあね、その現場でちょっと置こうかなと思ってるんで、ね、ただあのこっちでもその QR コード持ってくるとなんかノベルティもらえるのかな。なかなかお店には足運んでもらいたいんでね。風船とかはいいかもねって、あの絵になってるやつかな、ね、9と10のね。そう大丈夫かな。大丈夫ですか。大丈夫です。はいはい、じゃあ後ろの人が手を挙げなかったっけ。大丈夫か。後ろの人とかいますか。さあ、6時になっちゃうの。あ、マミちゃんどうぞ。さっきちょっと写真集に戻るんですけど、すごい楽しみにしてるんですけど、フィニャイル3歳の写真集してほしい。フィニャイル、それはこれはね、フィニャ次第だな。写真集の写真選ぶのフィニャなんでね。ホラーって言ってましたよ。ホラーってなんか俺が言ってみたいじゃん。ホラーってなんだよ。あ、フニャイルは人気があるよってことね。ホラーってなんだよ。別に俺人気ないとは言ってないよ。別にフニャイル本当ぬいぐるみ出したじゃない。もっともっと、じゃあフニャイルのトランクカバー出す。かわいい。どうなるんだろう。伸びちゃう。何毎年だよ。毎年出せよ。シンプルに生きるって言ったじゃんさっき。全部いきなりコスプレや。シンプルだよ。シンプルだよって。シンプルだよ。シンプル。そう、うん、ね、まあ、じゃあ企画しようよ。ふにゃえるね。大丈夫、うん、じゃあ企画頑張ります。好きだもんね、ふにゃえるね。モンスター何が好きなの。夏にイベントやろう。夏にイベントやろう。ふにゃえる。ふにゃえる。フロート乗ってほしいな。フロート乗ってほしい。フロートね。フロートに乗って出てきて。俺がリアカー引いて一周してあげる。船橋の駅前から一周してあげる。人多いと太ってあげる。何？シャボン玉飛ばして。あ、それも飛ばして。橋本さんが飛ばしてくれるよ、後ろから。こうやって、あの自動電圧持ってあげる。さあ、他にはありますか。どうぞ。大丈夫。モンスー何が欲しいなの。またその話は後で。そう、いいや。はい。すみません。何かな。さあ。詳しくないけど。何なんだ。今は。何答えてくれたの。今は卒業しちゃったって。今は卒業しちゃったけど、田中玲奈ちゃん。あ、さあ、他ないですか。大丈夫ですか。終わりでいいですか。じゃあ、あ、どうぞ。ふにゃさん、質問来たよ。田中玲奈が青春だから。どうぞどうぞ。バースデーの、バースデーの自作で、例えばフニャのモチーフのものとか作って、撮ることはオッケー。フニャならない。フニャならない。はい。そう。他のタレントさんとかキャラクターさんのは勘弁してくださいって話ですね。はい、その日はフニャの誕生日にしたいから。買うわ。
はい、楽しみ何って言ってくれる何作るのもう全然、ゆずるみたいに白くばっかりつけて、まあ、それやってくれたら嬉しいかもしれない、ね、えやだ、怖い昼後あたりやるかもしれない、やりますよ、やりますよ、やりますよ、クラブパッねえ、わきわき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 じゃあ、よろしくお願いします。コスプレは全然 OK ですから、ふにゃの、ふにゃの、はい、そんなところかな。じゃあ写真撮る、ふにゃちゃん、白塗りしてんのワクワクしてんのやだみんなが白塗り来たらびっくりする白塗りの集団ってまあまあやばいからベビーメタルのバックバンドみたいになるよね。赤田の脳ごとの団長みたいになっちゃう、うん、白塗り ね、 いいね、はいはい、じゃあ写真撮ろうかね、はい、じゃあふにゃちゃん写真が入るね、多分ね、はい、はい、ちょっと後ろの人もうちょっと前に来てくれた方がいいかもしれないよ大丈夫大丈夫ですか、大丈夫です大丈夫ですはい、大丈夫しゃがめ、トリさん掃除いいの、はい、にゃし、はい、オッケー、はい、取れました。じゃあね、ふにゃちゃん、これでね、お疲れ様ですが、お疲れ様、来週、おとんとオンラインサイン会ね、うん、京都ロフトはもう、あれなんだよ、ふにゃちゃんはあのソロでやるんですけど、五郎とぬーちゃんとおとんは3人連続でやりますからね、そうなんだ恐ろしい、恐ろしいね、ふにゃは1人だけね、うん、残りの3なしは皆さん3時間見なきゃいけないって恐ろしい、うん、スマホ熱々になりますまあまあ収録、ね、残るからアーカイブで見ればいいと思います、ね、区切りなくもうそのままやる、区切りどうかな、こっちのスマホも耐えられるのかどうかっていう問題もあるので一回切るのかどうなのか、うん、はい、ちょっとそこはゆずるんと相談しながらやります。で来週あの五郎さんの原宿ね、僕とゆずるいないんで、皆さん行く方は、ね、あの協力してあげてください。昨日みたいなことにならないと思うんで、ちょっとあのもしかしたら階段で並ぶことになると思うんですけどね、うまくやって、うまくお手柔らかにお願いします、渋谷君なんで、はい、そんなところ、そんなとこかね、なかったっけ伝えること、大丈夫かな、スケジュール。あとふにゃちゃん3月は2月もしたけど3月も地方イベント決まってますからね、うん、ね、あのね、いろんなところ行きますからね、決まってますので、ね、おさげ、おさげ、おさげ、ね、おさげ、おさげのお茶のね、いるじゃないですか、ね、ね、ね、もうみんなよく知ってるキャラさんね、うん、お茶のね、お下げの女の子ね、お茶、お茶まあまあまあ、わかりますよ、発表されますから、はい、ね、うん、この顔としてる、見ていいですか、お下げの女の子、お下げしたらこの子しかないじゃないですか、お父さんいるところってね、そうそうそう、まあまあまあ後で皆さんに相談すれば分かる話ですよ、そんなものは、はい、ね、決まってますので、ね、それはさすがにね、他人のイベントなんで言っちゃうわけにいかないんで、まあ行きますから、3月、あと京都も、ね、あとあれ熊本行くね、ね、熊本ね、あの決まりましたんで、ね、なんかうと市ね、うん、ね、カラマクにゃんにゃくんでしょ、結構あの熊本は楽しいと思いますよ、きっとね、あのお客さん少ないきゃ少ないって、それはそれでふにゃちゃん独占できますからね、さっきすごかったもんね、3人しかいなかったもんね、一時期ね、一時ね
どうぞ、みんなが弾いちゃった後ね、それはそれ楽しかったよね、行った人はね。そのうちの一人、テレさんだけどね。そうです、本当です。散歩してたもんね、4人でね。そう、それはそれで楽しかったよね。そうそうそう、貴重な、意外とそう人が少ないとこ来るのも楽しいですよ、うん、ね、こんなところかな、はい、ね、あとクレも5月に決まったらしいよ。まだ日にちは言えないけど、フニャも呼ばれるといいね。そう、一応フニャちゃん役所が入ってたよ。フニャちゃんまたよろしくお願いしますって。ね、さあ、でもあとは費用問題があるんだよね。一番問題、一番大切な費用問題が、そう、フニャちゃんコタちゃんよろしくとは書いてあったからね。まあ、おとうも行くんじゃないのね。ヌーちゃんとかゴロも連れててあげたいけどね。いいだね。いや、みんな一緒にいたらもう俺回んないからさ。ね、まあまあまあ、ヌーちゃんもゴロさんも、ね、他決まってますからね。うん、それはそれで楽しくやりましょう。じゃあ大丈夫かな、お姉ちゃん。じゃあ、ふねちゃん、ちょっと車で先に出るので、皆さん、ちょっとここでお別れになりますね。スタッフさん、スタッフさん、いない。スタッフさん、あ、いた。もう車に全部積んである？ OK。鍵は？ある。あ、はい。はい。今年もよろしくお願いいたします。ということです。ね。はい。じゃあ忘れ物しないように行こうか。明日はヌーちゃんね。よろしく。はい、レンちゃんですな。はい、ご協力ありがとうございます。ね、じゃあみなちゃん前に抜けてっていいよ。それもね、俺持ってってあげるよ。これチェキ置いておくね。明日も使うから。ここぐらい置いておくね。何？気をつけて帰ってね。2月忙しいな。全部埋まっちゃったな、アドリシ。本当ですか。麦汁パーティー、トレイン、レックス、ペアンちゃん、山本。ここなんですよ。ふにゃ、終わりやん。そうそうそう。全部。京都行って、今回やばいな。やばい。こんなもんですけど。17のヨシイクゾライブ。ヨシイクゾライブ。あ、怒った、落ちましたよ。ヨシイクゾライブ、いけねえよ。大丈夫だよ。よいしょ。ありがとう、ありがとう。大学、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 ありがとう。じゃあ、皆さんよかったら、フニャンの再現の出汁を。明日は再現だけど、尻尾がよぼれちゃうね。うん、焼肉無理に残さないと。これは朝行くの、めっちゃ本当に超何これ。明日あればいいや。あっちゃった。明日までですよ。明日フニャちゃんの会社買えないんだよ。明日はどうせないです、今日は。すごいわ、すごいわ。プライベートのものは出ないです。フニャちゃんの朝まであります？
Thank you.